ていますか、あの戦いを。今から16年前、後楽園ホールでのデビュー戦。新日本プロレスを見てプロレスに目覚め、独自のトレーニングで入門テストトップ合格。驚異の新人と言われたそのデビュー戦以来、ずっと女子プロレス界の中心選手です。彼女にとって原点の戦いなのかもしれない。原点回帰か、堂々の入場シーン。一礼をして真っ赤なコスチューム、仙台ガールズプロレスリング代表、そしてまたトップ選手、里村芽衣子の入場です。里村は赤でした、私は青だった。長代に憧れていたこの少女は、その伝承を当時どう感じていたんでしょうか。その後は度重なる怪我、もうダメかと誰もが思ったその時、不屈の闘志で立ち上がりリングに復帰いたしました。タッグの王者にもなりました。さまざまな戦いも経験しました。しかしあの16年前の敗戦は決して忘れることはありません。今回は私が勝つよ。青のコスチューム、オズアカデミー女子プロレス、加藤園子の入場です。加藤選手は外野時代のテーマ曲ですね。そうですね。大きく一つ深呼吸、高敵手里村がその対角線。赤コーナー150番号加藤園子。さあ注目の一騎打ち、まずシュガーさん、はい、同じ日にデビューされたシュガーさん、はい、この2人をまた見てですね、はい、考えるところ、感じるところ多々あると思うんですが、改めてこうご覧になってどうですか。もう2人の、うん、やっぱり私も含めですけど、はい、苦労している姿がもう昨日のように思い出すんですね。ただ、はい、やっぱりこの2人はデビュー戦で当たってる相手ですけど、はい、あの今日はその延長上だとは思わないで、ぜひ見てほしいなと思います。なるほどね。さあ手を差し出した里村、受けた加藤、青の加藤、赤の里村、30分の一本勝負。さて須山さんはどうご覧になりますか。はい、これはね、客観的にこれはあのファンの方気悪くされるかもしれないけれども、はい、今の女子プロ界っていうものを見れば、はい、明らかにもう里村選手の方が上なんですよ。ほうほうほう。それはもうあの多分加藤選手もどこかで認めてるだろうし、だからこそ僕はこのタイミングで、はい、このまあ、言ってみれば区切りの大きな大会で、はい、里村選手との久しぶりのシングルをあえて自分から望んだんだと思ってます。あ、なるほどね。お、強烈な左右のミドルキック、里村芽衣子。加藤園子はこの日のために新コスチュームで登場。さあ腕を固める、足を払う。これまでのシングルの対戦成績3勝1分け里村有利。しかしシュガーさん、はい、その過去の対戦は全く抜きにして見てほしいわけですよね。そうですね、うん、やっぱりあの加藤は、はい、まあ、怪我した時間も時期も長かったんですけど、それなりに苦労してますし、うん、里村は里村でまた新しい団体で、うん、はい、あの一から選手育てて苦労してますので、うん、はい、あの
またそうですね、あの時とはまた全然違う2人だと思うので、はい、もう本当に昔は抜きにして見てもらいたいです、うん、なるほどね、うん、シュガーさん何かもう自分も参戦してるような感じがするんじゃないですか。もう私涙が出てきてしょうがないんですけど、あ、なるほどね、でもやっぱりこの2人の間の思いっつうのはなんかやっぱり特別なものがあると思うんですよね、うん、はい、それは加藤選手がその里村選手に対するものであるとか、逆に里村選手が加藤選手に対するものというのもやっぱり他の同期の中でもちょっと特別なものはあると思うんですよ、はい、あ、なるほどね、それは単純にお互いが仲がいいとかそれだけじゃないと思いますし、マックスラップ、はい、正直この2人は性格も正反対ですし、はい、正直言って、うん、合う二人ではないと思うんですね。プロレス感も多分全然違うし、うね、だから、新人時代組んでたタッグも、はい、もうある時期から全く組まなくなってしまったし、いいいい、なるほどね、ただお互いが負けないっていう気持ちはかなり強いので、はい、もう最終的にどうなるのかなっていう、調子はいいですよと試合前に語ってくれた加藤園子。序盤戦はねちょっと打撃とか、はい、グラウンドの攻防では里村選手がかなり圧倒したんですが、はい、ちょっとやっぱりこう動きが出てくると加藤選手負けてないですね。そうですね、こう何を見せますか。なんださあここでコーヒーロー宇宙戦です。場外に向けてのダイブ、今日は大会場横浜文化体育館です。ですからいつもね主戦場にしている新宿フェイスとはちょっとまたね距離感とかも違ってくると思いますから ね、 ね、さあ今度は鉄柵ぶつけていきます。周りこう鉄柵というのはないですもんね、いつも戦いなくてはね、新宿フェイスではないですね、はい、サードプロープに上がった加藤園子、ここからどうするか、何を見せる、全体重を浴びせていく、さあこれはクリーンヒット、リングの中央です、抑えた、カウンターどうだ、2カウント。実は加藤選手は、はい、2人ともなんかレガースつけてて、はい、赤と青で似たようなタイプに思われがちですけど、はい、加藤選手は本当女子プロなんですよ、ほうほうほう、本当女子プロ的なんです、はい、で里村選手はもう非常に男子的なプロレスなんですよ、はい、 そうですね、その辺でも実は合わないんですよね、この2人は。なるほど、ですから見てる方は逆に面白いかもしれませんね。プロレス感も違うでしょう、形も違う、その中でこの2人の攻防、2011年のこの8月21日2人の戦いが行われている。ロープに送る、逆に振っていった、さあここはどうだ、エルボースマッシュ、里村芽衣子、現在は仙台ガールズ、早い強烈な膝が入りました。さあ背骨、首がきしむ加藤園子、ちょっと苦しくなってきた。やっぱり里村の一発一発は重いですね。重いですね。あと里村選手ってやっぱりもう鍛錬がすごいので、はい、フィジカル、スタミナ含めたね、はい、動きが多分シングルだと、うん、はい、里村選手と同じレベルで付き合うとすごいきついと思うんですよ、体力的に。加藤選手も頑張ってるけど、はい、普段よりは多分やっぱりちょっとエンジンの回転数が高いと思うので、うん、この辺りからですね、はい、そうですね、加藤はどうしたらいいんですか、そういう中であまり付き合わない方がいいんですか、相手の動き。それも一つの考えですが、でもあえてこのカードに挑んでるのに、はい、そうするのはじゃあ何のために試合をやったんだという、はあえてなんで里村と戦うんだという話にもなるし、なるほどね、ただ勝てばいいという試合じゃないと思うんですよね、加藤選手にとっては。加藤はきっと自分自身にもの戦いでもあるんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、やっぱ里村選手と戦うのが一番無理できると思うんですよね。うん、さあ加藤がですねちょっと先ほどの脇腹ですか ね、攻撃で肩ですね、肩を痛めた、右の肩でしょうか、痛めたようです。昔新人時代は肩悪かったですよ ね、 そうですね、右肩がプロ、これ右ですね、今回はね、プロレス入る前からずっと悪かったんですけど、はい、で鎖骨がこうちょっと浮いてる感じになってるからね、はいはい、ちょっと痛みやすいのかもしれません、ね、そうですね、あ、痛みをこらえながらエプロンにたどり着いた。お前には絶対に負けないということで今痛みを押しながら中に入ってくる。当然そこは願っていくでしょうね。非常ですよ。バックドラップ、まるで肩から落とすようにバックドラップ、ホールの体勢に入る。カウントは2、さし抑えた、2を落としていく、非常な攻め、これが里村のプロレスだ。里村芽衣子トップロープに上がる、それを見た加藤園子、今度は下からの
迎撃、迎え撃つ形。さあしかし里村、あ今度は落とすのか、落としてしまった。これまた強烈。さあトップロープに上がって、何、ああしかし足が待っていた。ここは臨機応変だった。右の肩が少々痛い加藤園子。しかしこの一戦、自らの望んだ一戦でもあるわけです。下から蹴り上げた、バックを取る、バックを取ってジャーマンツープレックスホールド。現場片身はどうだ、カウントは2カウント、ジャーマンツープレックスホールド、カウントは2。さあ肩痛いとこですけど畳み込みたいですよね。そうですね。さあ今度はドラゴン、しかし枠に当ためか腕、あ今度はステップキック、さらに蹴り上げていく。いやシュガーさん、お互いのこれ意地が伺いますね。これは引かないですからね、お互い。はい、あこれまた強烈な加藤の蹴り、あえて受けてる風もありますね。あお前の気持ちを確かめてやるんだと、そういった思いももしかするとあるかもしれない。取った、意地を落とす、ドラゴンスクリュー。膝に爆弾を抱えている加藤園子、非常にきつい一発。そして背後からの蹴り、これが里村です。里村芽衣子、何で、あ飛んでいきます。今度はエルボー飛び込んでいった、かわしたんですが加藤園子。しかしその先を読んでいた里村芽衣子。里村やや有利か、やっぱり加藤選手は肩を痛めてるんで、畳み込むべきところで畳み込めないという辛さありますよね。なるほどね。攻撃手段もある程度は限られちゃうでしょうし、はい、ちょっとしたアクシデントが起こりました途中。肩を負傷、他の選手でしたら、はい、あの加藤が肩を痛めてるの分かって、はい、あえて攻めるんですけど、はい、里村はもう正面からぶつかっていくっていうのを、はい、もう最初から多分考えてたと思うので、はい、あえて狙わないんですね。あなるほど、坂回しか、抑えた。カウンターどうだ、2カウント。今なかなかいいの入りましたね。そうですね、はい、坂回しってなんか最近あんま使ってないようなイメージがあったんですが、はい、さあここでトップロープに上がったギロチン、ギロチンですがこれ不発。見ておりました里村芽衣子、蹴り倒した。里村の強烈な蹴りが入る。ちょっとこれはちょっと厳しかったですね。まともにもらってしまいました。さあ今度里村、里村トップロープの上に上がった。さあどうだ、フラッグスプラッシュ、フラッグスプラッシュ、どうだ、抑えて、カウントは2カウント、カウントは2であります。しかしちょっと加藤危ないですね、須山さん。これスリーパーで落としにいってますかね。そうですね、最近はこのスリーパーをフィニッシュホールドとしております。それは知っている、加藤も知っている。なんとか振りほどこうと蹴りを多用していく。離しませんね、離しませんね。さらに攻める里村芽衣子。さあ担ぎ上げる、担ぎ上げた。さあここからどうする、デスバレーか、これはこらえた、メドルキック一発、顔面を捉えたか。里村と加藤の一騎打ち。95年の4月の15日15日、飛び降り共にデビューしたこの2人の攻防。一発一発確かめているかのようだ。今度は加藤がロープで走って二段蹴り、フォールの体勢には入らない。さらに攻撃を仕掛ける、ドラゴンスープレックスか、ドラゴンスープレックスホールド。これはどうだ、カウントは2カウント。今10分経過、この試合は30分の一本勝負。さあ今度こそと再び位置を確かめて、加藤園子がトップロープに上がった。上がる、今上がる、上がる、上がって、さあどうだ、ギロチン、今度は成功、ホールの体勢に入る。カウントはどうだ、2カウント、カウントは2。さあ今、はい、重だった技どんどん出してきてる段階で、はい、次多分クローズゲートをどのタイミングで出すかってとこだと思うんですが、そうですね、あ来ましたね。さあここで出しますか。さあ担ぎ上げようとしますが、これは知っている里村芽衣子、強烈な蹴りが、オーバーヘッドキック、オーバーヘッドキック、里村芽衣子、ここぞという時に出してきます。さらに担ぎ上げるか、担ぎ上げた、そしてどうだ、ここからデスバレーに持っていく、どうだ、決まったのか、抑えて、カウントはしかし2カウント、カウントは2。腰の負傷から復帰してからはデスバレーあんま使わないようにしてたんですけどね、はい、
ここは出してきました。さあそしてスリーパーです。落としに行きます。これを切り替えさんとしている、うん、下から顔面か、蹴り上げていった。ロープ走ってもう一度顔面への蹴り、これも強烈な一発だった。さらにはさあ入れるか、クーロンズゲート、あーどうだ、いけるか、リングの中央、クーロンズゲート入ったか。さあここで取れないと逆にどうだ、抑えてカウントは2です。さあこれで取れなかったのちょっと加藤選手としては、ね、フィニッシュホールドですからね、はい、さあシュガーさんどうですか、はい、ここまでの攻防をご覧になって。そうですね、もう大技に差し掛かって、うん、大詰めになってるんですけど、はい、この2人の戦いは、はい、私は技じゃなくて、はい、気持ちだと思うんですよ。ほうほう、だからその面で、はい、どっちが最後に立ってるか、それが勝負だと思います。なるほど、意地と意地、気持ちと気持ち、どちらの気持ちが勝るんでしょうか。勝ちに対するこだわり、執念。あ、加藤選手はもう右で打てないから左で打ってますね。そうですね、左、あ、右の手はだらっとしたままの状態。今度はローリングサバット、さらにエルボースマッシュ、波状攻撃、里村芽衣子、今度はどうする。さあ会社員キック、強烈フォール体勢に入って抑えて、カウントはどうだ、2カウントです。カウントは2。ちょっとやっぱり、ここ一番動き出したところで右が使えないことで、はい、ちょっと加藤選手の攻撃や動きにためらいが見えますよね。あ、なるほどね。それがもう気持ちの方でも来るともうちょっと、はい、デズバレーもう一度リングの中央です。お、あ、さあもう一発だ、あえてホールは狙わずもう一発。これね、彼女は、はい、特にガイアをその解散後は、はい、デスバレーの連発をすごい嫌ってたんですよ。あえてそれを持っていってますね、はい、抑えた。カウントは3つ、笠村芽衣子の勝ち。さあまず須山さん、13分24秒、肩の負傷もあったんですけれども、はい、ただやっぱりトータルで見ると現時点での里村芽衣子と加藤園子の現時点での差というのは、はい、ある意味ちょっと残酷なぐらい出た試合だったかもしれません。なるほどね。シュガーさんはどうご覧になりましたか。はい、そうですね、やっぱり里村は決めるとこで決めますけど、はい、ちょっと加藤が今日肩の調子悪かったのもあるんですけど、はいはい、クーロンズゲートもしっかり決めることができなかったし、ちょっとそこがちょっと残念でした ね。 なるほどね、まあ、でも、はい、この2人の戦いはこれからかもしれませんね。あ、なるほどね、まあ、16年前共にデビューしたシュガーさん、いろんな思い出がね、はい、よぎったことと思いますけれども、まあ、この2人はもう永遠のライバルが前に取りましたね。お前も試合中に肩が外れようが何しようが私は関係ないよ。今私たちが16年やって怪我するからやめる、もうやっていけませんなんて、そんな無責任なことは言えませんよ。だから加藤は最後まで戦い抜いたんです。こんなもんじゃないよね。もう一回、もう一回、もう一回、どこかで機会があったら絶対シングルやりますから。里村、情けない、だけどこの怪我お前との敗因だとは思ってない。これが今の私の実力だ。絶対に今度こそお前をこのオズのマットに沈める。もう少し時間くらい引き止めやしてや。まあ、シュガーさん、はい、2人しかわからないこの会話かもしれませんね、このやり取りはね。そうですね、すごく
深いですね。そうですね。ただあの外野自体のある時期までの加藤選手って、うん、例えば里村選手負けても、うん、負けを認めないところがあったんですよ、うん、そういう意味ではなんか良くも悪くも、うん、なんか一歩進んだのかなと、うん、特に今日の負けというのは認めないと次に進めるための負けだと思いますね、うんはい、でも本当に今日で、はい、あの完結してたら例えばもうこれからこの2人の試合は見れないかもしれないので、うん、もしかしたら今日がスタートなの